ウラジオストクのコチズルスキー島連絡橋ルスキー島連絡橋東ボスポラス海峡はロシア連邦共和国沿海地方南海岸のウラジオストクにある海峡で村ビオフアムール半島とイエフゲニー諸島がウスリー湾とアムール湾で東西に分かれている間を結んでいる東ボスポラス海峡はロシアの沿海地方にある海峡で村ビヨフアムール半島とルースキー島を隔てており ピョートル大帝湾のアムール湾とウスリー湾を接続している。ロシアの船舶も国海へ頻繁に出入りをするトルコのボスポラス海峡にちなんで名付けられている。東ボスポラス海峡の深さは最大50メートル、長さは約9キロメートルであり、幅が最も狭いところはわずか800メートルである。この海峡の半島を取るスキー島内には、 ウラジオストク市の主要区域が位置する金閣湾や、いくつかの湾があるのが特徴である。ウラジオストクの半島とルースキー島を結ぶ、ルースキー橋が2012年7月に完成した。中央スパンは1104メートルで、世界で最も長いシャバリ橋の一つであった。ありがとうございます。